A.B. フロストとして知られるアーサー・バーデット・フロストはアメリカ合衆国のイラストレーター、漫画家である。ダイナミックな筆致のイラストレーションや、狩猟に関する書籍の写実的な挿絵で知られる。フロストの作品フィラデルフィアで生まれた。父親は文学の教授であった。版画家になり、1874年にユーモア小説家のチャールズ・ヒーバー・クラークの書籍の挿絵を描き、 この本は100万冊以上売れた。1876年にニューヨークに本社のある有名な出版社、ハーパーブラザーズに雇われ、当時の有名なイラストレーター、ハワード・パイルや EW ・ e. ケンブル、フレデリック・レミントン、CS ・ラインハートらと働き、彼らから様々技術を学んだ。色毛であったことが単色の淡で描かれるイラストレーションの描く上で幸いした。 1877年と1878年にロンドンを訪れ、イギリスの漫画形から技術を学び、フィラデルフィアに戻った後は、ペンシルベニア美術アカデミーで画家のトマス・エイキンズや、ウィリアム・メリット・チェイスに学んだ。この頃、後に漫画で一般的になるスタイルのキャプション付きの挿絵を描いた。1884年にアンソロジー、スタッフランセンスを出版した。 1883年にイラストレーターのエミリール・ルイーズ・フィリップスと結婚した。1906年から1914年まで家族とフランスで暮らし、印象派の画家たちの影響を受けた。アメリカに帰国後は、ライフなどの雑誌にイラストレーションを描いた。ありがとうございます。